はい、こんにちは。札幌出身の泉です。横須賀出身の石上です。地元の友達です。はい、あのさ、うん、あのこれ悪魔崇拝者のポーズなのよ。あのこれ全然流行らないんだけど、どうすればいいんですか。知らん。どうすれ、知らねえよ。これあのメンバー募集してんだけど、まずさ、悪魔崇拝者って何、うん、何を崇拝してるんですか。悪魔崇拝者は悪魔を崇拝してるの、ただの。そうだ、うん、そうそう。いや、よくやってるよ、よくやってるよね、舞台でもね、うんうん、必ず自己紹介でやってるわ。実は募集してんのよね。メンバーに入りたい人いませんかって。あ、そういうこと。そう、いつも問いかけてんだよ。あの写真を撮り方を教えてあげてるとか、そんなんじゃない。違う、実は、うん、どうしよう求めてる。連絡くださいよ。あ、そう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 。あ、そうだったの。あの悪魔崇拝者います、うん、的な感じで俺いつも言ってんだけど、うん、いや知ってる人いないんだよ、うん、いつも言うけど気持ち悪いこと言ってんのっていつもさ、リアクションがないからさ、うん、ちょっと寂しいのよ。いや、無だもんね。どうやったらいるんだろうな、うん、気持ち悪いも教えんなで反応があるぐらいだもん。いや、真剣に募集してんだよね、実は。いや、そうだ、うん、それちょっと今日言いたかった、うん、それ舞台でいいな。いや、長いかな。ああ、そっかそっかそっか。尺がね。まあね、うん、あの今日は、うん、ちょっとそれ喫茶店でやってるんですけど、うん、あの緊急また企画ですよ。緊急企画。はい。まあ幾度となく緊急企画をやってきましたが、うん、そうだね。今回は本当に緊急です。はいはい。なんだろう。僕らの同期の君島啓太という、うん、クレヨンの。クレヨンのね。うん。うん、クレヨンの、うん、君島啓太っていうのがいるんだけど、うん、その人がね、うん、ちょっと恋愛ベタだと。恋愛ベタ、うん、いや、君島啓太は恋愛ベタだろ、それ。いや、あれ得意に見えるかよ。恋愛が。いや、俺はかっこいいのはね、あの角刈りとか、ね、角刈りね、うん、そういや、でも伸びきってなかったやつ。あ、伸びてるね。伸びてたでしょ、うん、まあ、ちゃんとスパッとやってくるでしょ、多分。ああ、うん、そういう時にはね、うん、でまあ、その人はね、ちょっと恋愛、うん、どんな恋愛をしてるのかと、うん、そのモニタリングしたいなとね、思ったわけですよ。めっちゃいいじゃん。何を言い出すかと思ったら、めっちゃいいじゃん。乗り気なんだ。見たいよ、もう。ああ、よかったよかったよかった。ね、ちょっとね、うん、でそこをね、踏まえて、うん、まあ、俺らなりのね、うん、まあ、恋愛上手ではないけど、まあ、俺らもね、そう、どうしたらいいかとかね、うん、ちょっと一緒に考えて、うん、君島に最高の彼女をね、作らせてあげたいなという、うん、そういう企画なんですよ。いや、無理だろ。いやいやいや、決まったぞ。いや、わからんよ。いけるのかな。まあ、そのどういうね、トークをするのか、ちょまだ未知数だからね、うん、まず1回ちょっとね、その、やってみようかなと思いまして、どんな実力なのかを、うんうん、まあ、そうだね、まずはスカウターとして、ね、測んなきゃね、その戦闘力を。そうですよ、そうですよ、それはそうだ、うん、なのでね、ちょっとモニタリングしつつやっていくということで、うん、まあ、その君島君にもちょっと1回登場してもらいましょう、うん、はいはい、はい、うん、はい、同期の君島啓太君でございます。おい、クレヨン、イエーイ、どうも、地元の友達と同期のクレヨンの君島と申します。お願いします。全世界の女の子見てるね、俺彼女募集中です。お願いします。目が怖いよ。なんだお前。いや、もうやる気に満ちてますよ。やる気に満ちてますよ、もう。やってやん、やばい、彼女が欲しいですから。怖い。お前なんかの法則があるって知ってる。なんかめっちゃ追い求めると向こうが逃げてくっていう法則、うん、知らなかったっす。知らないよな。知らないよ、うん、それは知らない。そういうとこだぞ。そういうとこなんだ、うん、すっごい高いだね、これは。ああ、もう気合が入ってもうね。あれ、この前なんかの舞台だった時伸びきってたのにね。ねえ、いや、まあその時は、うん、ちょっとやる気がなかったのかな。やる気がなくて。おいおいおい、常にやる気出すな。そういう企画をね、組んでくれるということで、うん、もう気合を入れて、うん、よし、切ろうと思ってます。気合入れまくりましたよ。女性の前だと角刈りになっちゃう。なっちゃいますね。やっぱりやっぱかっこいいもんな、角刈りって。そうね、男らしく、うん、やっぱもう身だしなみはちゃんと整えますよ、自分だって。そうよ、うん、ね、清潔にね。そう、清潔感はありますから、うん、ね、それぐらい気を使えるんです、うんうん、目がパッキリのよ、女性が。女性を求めてますから。なんかでも、まあ、今生乾きしない。俺の頭か。そうですよ。俺の頭だね。そうですよ。そうですよ。そうですよ。清潔感ねえぞ。そうですよ。AI か、全部彼氏が。清潔感ねえぞ、まあ、生乾きしようすんもん、うん、気のせい。気のせいかな、多分この空間の匂い。
そんなこと言うな、お前。追い出されるの。大丈夫大丈夫、ちゃんとね、いい匂いしてるから俺、うん、はい、じゃあね、うん、じゃあまあ早速、うん、今日企画、うん、まずは、はい、君島くんのあれを、うん、デートを、うん、まあ、先に先取りしてたんだよね。 それを見ながら、うん、ちょっとおかしいところから止めて、うん、ちょっとね、はいはいはい、君島くんに反省をしていただきたい。で、僕らもそれを見て今後どういう風なね、アテンドをしていけばいいのかみたいな感じも、うんうん、そうですね、欲しいから、うん、で、まあ、お相手の人は、うんうん、あの僕らがあの土下座して頼み込んで、あの設定なんとか君島くんにデートしてくださいって頼み込んで、うん、出てきた素人の女性なの。もちろん、はい、うん、実はプロとかじゃないので、うんうん、そこは、うん、あの本当にもう純粋な感じで見てくれてます、うん、はい、じゃあ我々も見ながら皆さんも一緒にね、はいはい、うん、見ていこうかなと思っておりますが、はい、僕らもね、その動画撮ってる反面ね、うん、あんまりそのどういう内容だったか覚えてないから、いや全然知らん全然知らん、もう何話したか覚えてないですね私振り返りつつで、うん、そうだね、行きましょう。はいはいはい、どうぞどうぞ、アプローチを。緊張してるんだよ、これ。すごいやん、この日のために。待ってね、チュロスを買ったんだ。チュロスデート、チュロスデートですね。チュロスデート、おいぐ気にしたことない。どうも、今の話です。今の話おう、反対で撮って言えばよかった。気持ち悪いよ、初対面で。気持ち悪いよ、ね、これ会って30秒だよ、まだこれ会って本当でも30秒ぐらいだよね。さっき座りましたみたいな感じだ。ダメだ、うん、怖えよ、怖い。だってお互いよく知らないでしょ。知らないね、知らないでしょ、距離の詰め方よ、ね、うん、えぐいな。それはダメなんだ、まだ中数ぐらい話さないと。そうだったんだ ね、うん、あ、じゃあダメなんだ、じゃあ再開しよう、再開。ちょっと待って、お前でもそれさ、舞台もそうだからってこと？君島啓太ですっていう感じだからってこと？いや、もう君島って言うから、もう君島でやってるから、うん、あ、君島でやってるんだ。多分、のんって多分その人のあだ名でしょ、うん、で、君島啓太はなんか、けいちゃんとかでもよかったんじゃない、うん、そうなんですよ、君島啓太です、君島啓太です。角刈りすぎるのよ。いや確かに角刈りすぎる、うん、あ、じゃあさ、さっき聞いてなかったけどさ、うん、これさ、出会ってじゃあ30秒くらいじゃん、うん、第一印象はどう、のんちゃんの。あ、確かにね、うん、第一印象はもう本当可愛い子だな。可愛い子、可愛い子。君島のそのタイプで言うと、俺のタイプで言うとタイプではなかったんだけど、うん、上からなの、タイプではなかったけど可愛い、タイプではなかったけど可愛いよ。可愛いよ、じゃあなんだ。俺の可愛いはもっとね、うん、なんかもう清楚系、うん、もうちょっと清楚系っていう、ね、え、でも可愛いんでしょ、清楚系じゃないんだ、可愛いんでしょ。俺の言う清楚ではないかなっていう感じが、そうなんだ、上からですね、ちょっとね、うん、そっか、うん、いい子だったよ、何プレイ語、いい子だった、いい子、もういいよ、まあ、まあいいよ、ごめん。じゃあ君島啓太で、気になっちゃったわ。啓太くん、大阪、え、今日何東京行ったの？ライブじゃ、ライブ、すごいね、東京ドーム、東京ドーム、やば、
K-POP アイドルが全然知らんすぎて、全然もう会話が始まらなかったね。結構来る、1ぐらい。緊張してなんかテーブル押さえてる、テーブルに座って。男性タイプ。いいねいいね。タイプじゃないけど厳しいわ。一応ね。待って。何？お前さ、これ人見知りすぎない？いや、もう俺この間が見てらんないわ。もうね、沈黙、困ったらチュロスみたいな。あの人見知りのくせに、沈黙するくせにチュロスあんま食ってない。絶対減ってない。減ってないよな。やっぱりチュロス美味しかったかな。ね、うんうん、お楽しみは最後まで取っときたいなって。なんでさ、その最初のデートでさ、チュロスデート選んだの？いや、そうよ、そうよ。なんでチュロスデートなの？チュロス、美味しいから、美味しいから。ハードル高くない？これハードル高い。沈黙で感じる。あ、いや、まあ、まあ、気まずい、気まずい。そうよ、うん、コーヒーもなくね。飲み物もなく、ただチュロスだけ食べてるからね。いや、でも、まあまあまあ、ここまでで言うとどう？そのうん、なんつうの、この人好意があるなみたいなさ、その駆け引き的な。いやいや、駆け引きできてない。駆け引きもできてない。もう何もないと俺は思う。あ、じゃあでもゼロゼロ。今のところゼロよね。何もだよ。こっちの方がかわいそうじゃない。やべ、どうしようって。なんか先陣切ってなんかしかも話題振ってくれてるし、女の子が。いや、俺もやべえ、どうしようってなってたよ。だから何なんのそれ。やばい、会話続かないってなって。でもここから多分どんでん返しある。どんでん返しあるよ。ある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 よ。逆にどういうことされてる？まあ普段全然笑顔が変わらなくて、ぜひぜひ。なになになに、待って素直に答えただけ。尖ったやん。元気な子ってなんだよ。元気な子も可愛くて元気な子、元気な子、あの一緒にいて楽しい子よ。あのタイプじゃなかったから適当な返ししたんでしょ。あ、そういうことだ。あ、そういうことじゃない、そういうこと。君ではないよっていうのは言いたかったんだ。まず元気ないしみたいな。いや、そうだろ、お前元気がないみたいな感じでこの子も。いやいやいや、そんな風には思ってないよ。大丈夫大丈夫。え、じゃあこの時点では、うん、あ、元気があるなって思った、この子は。元気はそんなないなと思う。あ、元気はないなと。元気もないな。お前の方が元気ないな。どっちんだよ。本当全く元気で、気まずそうにもじ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 なんか血をつけたがって。本当ね、なんだお前、おいおい。もうずっと緊張してたんでね。ウーブで可愛いねって俺思ってるね。じゃあ、じゃあ現段階で今エピソード1ですよ、うん、脈あり？脈はなし。まあないだろうな。まだ今のところはない。今のところはない。あるはずねえじゃん。最後2分。はい、はい、2分いきますよ。2分いっちゃいましょう、はい、うん。どかたのおっさんやな。そういう経験があんまりない。あれ？バグった。そういう経験がないから、なんかそういう経験がないからもうどうしてくれない？これでかいことじゃない？これ何？あ、マイクか。これでマイクステッカー最初からつけとけよ。本当だよ。最初からつけとけよ。オッケー。確かに外っていうのが分かってるからさ。どうやってつけんの、これ。こうやってつければいいか。どうやってつけんの。ご飯が。ご飯が。待って待って、見てらんないよ、俺。すぐつくだろう。こっちの子はすぐついてんだから。同じ服装してただって。
どこにつけたらいいか分かんない。めっちゃ戸惑ってる。待ってよ、俺これさ、お前いやらしいな。なんで？これあれだべ、うん、あわよくばさ、うん、つけてあげるよ、お前狙ってたろ。ああ。え、つけてつけてみたいな。ついてるわけでしょ。相手方ついてるわけでしょ。うん、相手方ついてるから、うん、ちょっとつけてよって言いたいんじゃない。ちょっと距離を縮めようとね。うん、ああ、そういうことか。いやらしいぜ、こいつ。いやらしい男だな。いや、それ本当は、うん、自分でもつけられんだけど、もう女の子つけてるから、うん、ちょっとつけてよっていうのを狙ってんじゃないか。狙ってたね。狙ってた。狙ってたか。ちょっと、もうちょっと確認しようか。うんうん、はい、行きます、うん。マイクつけるとこからね。OK? ほら、後ろつけて。よし、これじゃあ、ちょっとゆっくり。こうやってつけんの、これ。こうやってつけばいいか。どうやってつけんの？どうやってつけんの？ご飯が。どうやってつけんの？よし。まあいいや、これ。芸人？そうっす。うん、すごい、イケメンか。何のあれなんですか？何の？担当は？担当は一応ボケです。ボケ。うん、コンビ？コンビコンビ。へえ。やば、ところどころなんか敬語になっちゃうな。ちょっといいね。ところどころ敬語になっちゃう。敬語にしろよ。お笑い好きだ。お笑い好きだ。敬語で喋るよ。間に強間に強人間だもん。なんか C 書いた今ところどころ敬語になっちゃったんだ。俺もため口で行きたかったの。いや、敬語でやろってお前は。そう、そのまま多分敬語と、うん、なんか角刈りのマッチングが多分あの合ってると思う。あ、そうだね、合ってるよ。なんか武骨な感じが出ていいの。あ、じゃあ敬語を貫けばよかったの。そう、敬語で行けばいい。で、たまにポロッとタメ口が出ちゃう感じぐらいが多分可愛いんだよ、君島啓太は。そうなん、マイクつけれないんだなぁそれは、俺に言ってくれたらいいんだな。山下清さんなるほどね。へぇ、やっぱ大阪だから、うん、結構厳しそうだね。ん、お笑いには厳しそうだね。そんなことない、そんなことない。うん、お笑い芸人やからってさ、常にボケてるわけじゃないやん。うん、そうだよね。ねえ、安心したね。そうだよね。もうボケなきゃいけないって感じ。普段は何してるの？普段は、まあ芸人以外だったら、カラオケ屋でアルバイトしてる。カラオケ屋でアルバイトしてるんですよ。若く見える、めっちゃ。あ、よく言われる。うん、嬉しいことですよ。嬉しいことだよ、もう。確認。待て。習字からも。嬉しいことですよ。待て。若く見られる。引き出しゼロか、おい。人生2周目なのよ、もう嬉しいことですよ。あの、余裕がある人がなんかいいみたいに言ってたけど、余裕ありすぎたのよ、もう。余裕はあるな、めっちゃある。余裕ありすぎて、もう話噛み合ってないっていうか、全然聞こねえじゃん。いや、でも確かにこういうタイプは多分浮気しないじゃん、きっと。そうだね、うん、こういうタイプはモテると思うんだけどな。確かに、うん、女の子と遊んでない感じが。いや、でも本当に鮮明に見える、うん、いや、もう浮気はしないから。絶対しないよな。絶対しないよ。一途で通すの。ねえ、そうだよ、ね。本当に。いや、多分これいい旦那さんなんだよな。これ今後ね、今はちょっと微妙ですね。今は微妙。全然脈はなし。なし。そうだね。いいよ。ま？うん、だってさ、もう今でも二十歳で見られたいわ。うん、見えるんだよ。見える。うん。嬉しい。若く見られたいんだよ。自分のね、相方はね、俺のことね、いや、40に見えるって言うんだよ。ひどいって話じゃないよ。じゃあ、なんかどっちにも見える。どっちにも見えるか。上にも下にも見える。ちょっとショック。でも40には見えないって言ったら、まだ。いや、どんだけ40見られたくないんだろう。二十歳ぐらいに見える、ほんまに。失礼ですけど、おいくつなんですか？ 21。あ、若い。全然年下だった。22の年。おー。
22の年か、うん、待って待って、なんで無言なんだよ。2002年生まれ、うん、2002年。今この無言はずっと計算してた無言なの？計算してたね。計算してたね。いや、2002年生まれって言われても怖いだけだもん。特技何年計算するっていう、何年生まれかって答えると思う。まず自分の年を引いてみたいな。うん、うわ、えぐ。この方って意味ないじゃん。2002年生まれって、はいしか言えないじゃん。だって逆に恐怖を与えたぞ、今。そうなん怖いよ。でも精一杯すぎてさ。え、これは、ただただ怖い、うん、これ次なんて言うと思う？怖いんだね。え、なんて次その相手の返事。2002年生まれ。はいはい、俺多分中指だ。なんでそれ立てられないし。うちの弟と同い年なんだけど、もう弟20。キョロキョロしちゃったよ。こうはって思って、こうはって思ったんだよ。誰か確認した、確認した多分。誰か止めてくれないかと思ったのかな。怖すぎ怖すぎ。え、待って、全然盛り上がってないけど、これ。うん、うん、これどうなんのこれ、ね、うん、めっちゃ気になるわ。いやもうこれは、うん、ね、ちょっと俺も耐えられなかった、うん、あ、今耐えられなかった、今これは耐えられなかった状況よ、うん、でこっから逆転するあれはある、逆転は、まあ、秘策は考えてる、秘策考えてるよ、考えてる、考えてる、うん、考えてる、じゃあじゃあ、うん、結構ね、巡らせてたから、うん、ね、精一杯、うん、なんとか脈なしでしょ、なんとか脈なしだ。じゃあちょっとそれを期待しますよ。よっしゃ、うん、ちょっと感が湧くっていうか、心理的な、うん、そう、それを使ったのか、考えてなかった。今だって女の子は食ったもんな、でそれに合わせるようにして食ったもんな、うん、そういうことだ、考えてなかった。考えてねえかい。いや、まあまあそうだろうな、食べたから食べようと思った。いや、チロスがなくなるのが先か、うん、でその落とすのが先かな。そうだね、うん、そうだね。普段は、ゲームとか、てか野球見るの好きだから、野球見たり、見に行ったりしてるから、あと格闘技も好きだからね、プロレスとか好きで、プロレスもよく見て、お前さ、何、あの会話がさ、うん、あの男の子と話してるんじゃないじゃん、この子さ、うん、絶対野球もプロレスも絶対好きじゃないじゃん、うん、そこをちょっとミスってるだろう。ミスってる、うん、いやーね、何好きって言われたからね、うん、好きなこと答えただけなんだけどね。あ、野球とプロレス、野球プロレス、うん、言うとる、女の子が好きなもの俺好きじゃないからね。そうね、女性蔑視、ここでね、本当にまさかの女性蔑視。いや、そんな、ちょっと待て、停滞してきてる。いや、めっちゃよ、もう飽きてるよ、なんか一気に飽きた。なんならチュロスも終わってるから。あれ、女の子チュロス終わっちゃってる、終わってるよ。よし、自分のがチュロスはまだ残ってるね。いっぱい残ってるよ、ここからでしょ、うん、多分その秘策がでしょ、まだ。いや、結構きつくない、出てないよね、結構きつない、これ全く出てないね、出てない。でもこっからでしょ、うん、こっからだよ、こっからだよ。いただきます、いただきます。なんか見るのが好きない、自分がやるよりもやるのは得意じゃない、うん、早いな。いや、俺はもっとね、ずっと話していたいんだけど、うん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 、う
意味じわ同士で会話したら今うーんとか言ったけど確かに いやもうね、この時の俺頑張れって思っちゃうんだよ。あー、応援してたの。応援してるのも思うよな、これなんだこいつのこと、ほんと気持ち悪いな、うん、いや残り時間多分少ないと思うけど、これ秘策はあるの。秘策はあるよ。大丈夫大丈夫よ。大丈夫、うん。いや俺はもっとね、ずっと話していたいんだけど、落とせた。いや、もしよろしければね、もっと話してみたいなと思うんで。はい、夏崎とか。おぉ、大丈夫です。え、いいんですか。はい、全然いいですよ。嬉しい。いいね。LINE でいいんですか。 LINE でいいよ。 LINE でいいよ今ので。え、嬉しい。チケットできて、あれ終わり。あ、これで終わりか。あ、じゃあ何これってことは、交換してないんじゃない。これ交換してるよ、ちゃんと。してる、してる、してる。でも止まったよ、ちゃんとね、QR コード読み込んだから。あ、本当に。その後、うん、読み込ませてもらいましたよ。実際さ、その連絡先交換したと思うけど、その後どうなの。うん、その後、その自由、もうこの日はありがとうっていう連絡して、うん、それだけで終わりました。あー、うーん、そっか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 。それだけでもう何も連絡は来てらません。来てない。また次回だね。また次回、うん、いやもう、そうだね、これね、初めだからさ。そうよ、そうよ、ね、これちょっとね、おどおどしすぎだよ。いやもうそれはね、うん、思ったよ、うんうん。え、じゃあ今度はどういうデートがしたい。今度はもうもっと、ね、うん、遊園地とか。遊園地、ね、遊園地だったけどな。まあそうだね、遊園地行けなかったよ。そうだね、確かに。観覧車、確かに、ね、観覧車とか乗りたいよ。あ、じゃあ観覧車でちょっと締めの告白みたいなのしようかな。うん、まあ、じゃあそんな感じで。そんな感じ、うん、まあ、じゃあこの第1弾は、うん、あれな、ダメだ、ダメ。じゃあこの子はもう連絡を消すか、うん、うん、どうするかは任せるけども、うん、うん、これはみたいななし。次行こう。次行きましょう、うん、連絡先は消さないけど。消さない。連絡先は消さないけど、うん、ちょっとじゃあ諦めず、うんうん、一歩ずつ行こうぜ、うんうん、一歩ずつね。第2弾をこうご期待。こうご期待お願いします。